もどうも。花火大会やってすご。今日からなんかイベント？なんだろう、イベントみたいな、なんかあるよね。今日からショールームのなんだっけ花火大会。こんばんは。こんばんは。花火ありがとうございます。やすしさん、ありがとうございます。それが破れてる。破けてないんよ、破けてないんよ。そうすいさん、お誕生日やったっけ。お誕生日合ってるっけ。今日もスカイツリーの近く行った。なんで？いいね。今日は見れてる。イエイ。ポニーテール、ポニーテール、ヤッホー。今日は夏っぽい。今日お誕生日だよね。せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアソーシーさん、ハッピーバースデートゥーユー。おめでとうございます。おめでとうソーシーさん。初めて早々すぐ歌っちゃったけど、おめでとうね、ソースイさん。私見つけてくれてからたくさんね、そう、数少ないお話し会にそうたくさん足を運んでくれて、いっぱいに来てくれて本当に嬉しかった。これからもよろしくね。素敵な一年にしようね、みんな。うん、そう、ソースイさん覚えやすい。マミと誕生日一緒。マミも今日誕生日なんですよ、私のマミ。うん、よろしくね。こちらこそ。やす1983さん、たまやーって、ありがとう。たまやーって何やっけ、お祭りのやつ。ありがとう。花火も嬉しい。パンパンパンって、いいな。さあの今年花火、あ、花火さちょっと見れたっちゃけど、でもそんなにあのちゃんと花火大会で見れちゃうから嬉しい。この配信で見れるの嬉しいです。お洋服涼しそうでいいなって。イエーイ。高速バスから見てる。あ、帰り高速バス、ヤッホー。ありがとう、みんなおめでとうって言ってくれて。お誕生日マミに伝えとく。手持ち花火もしちょらん。手持ち花火とかね、もうね数年やっちょらんねん。え、花火とかもう、花火さ、私8入ってからっていうか AKB 入ってから知ってない可能性あるかもしれない、うん、変な日焼けしそう。確かにしそう。うん、トゥ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 。サーノを天真爛漫に育ててくれてありがとうございます。おめでとうございますってマミに伝えてって。了解毎年花火戦闘って、え、花火したいっちゃけどさ、なんかしようって思った時にはもう花火売ってないこと多いな。うん、花火したいです。花火したい。
日一緒にしてくれる人募集中。カースのガクさん、お星さまありがとう。ありがとう。ケーキ食べました。わさっぺさん、金魚すくい。金魚、ありがとう。ね、金魚すくいってさ、なんか小さい頃の憧れですよね。金魚すくい。花びら全部出すので一緒にしようって、しようしよう。私でよければいつでも。お、家の隣の時花火ありますって。メルティーキッスは7月いっぱいありました。なんで、もうなんで、なんで全然売っちゃうの。それさ、ラムレーズよね、ちゃんと。え、もう半年ぐらい見てないかも。よし、1983さん、お星様ありがとう。じゃあ、お星様じゃない、花火ありがとう。嬉しい、花火、花火めっちゃ嬉しいわ。あ、そう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 、なんか花火禁止多いよね。確かに多い。やす1983さん、金魚ありがとう。金魚すくい。え、配信見るたび一覧やったけどラムレーズン食べた。うわうわ、欲しい。いいな。ロケツ花火の打ち合いでもする。絶対嫌だ。見る専門がいいです、それは。そんなことないって。すごい。金魚ってさ、20年もいけると。金魚長生きなんや。でも確かに金魚って、金魚とかメダカとかって長生きするよね。そう、おじいちゃんがめっちゃメダカ大好きで、そう、メダカとか金魚とか育てたから、そう、いっぱいおったな。ザーナは見る専門って言いながら我々を狙うのは得意です。うん、火はさすがに怖いもん。火はさすがに怖いから大丈夫。お土産たくさん買ったんだけど、うん、やっぱりジョージが入らなくて手持ちなんだね。何で、そんなに大きい、そんな大きいと大変。うわー、そっか、そうだね、卒業、確かに卒業公演だったのか今日。ニラ玉と何、もつ煮込み、いいね、美味しそう。こんばんは。ドゥ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 。スプーンとフォーク、あ、言っちゃったやつ違う。何すると目痛む、触ったら痛いよ。なんかもともとお土産入れる前からキャリーいっぱいでなおさら入らなかった。確かに、あるある、旅行あるある。国陽さん、嬉しい。キラキラ、ありがとう、みんな。花火。瞬きすると、いや、瞬きは大丈夫。うん。シゲオ007さん、ありがとう、お星様。いや、治りませんよ。国陽さん、金魚さん、ありがとう。
まばたきはね大丈夫ですね。でも本当に気になる、赤くて、マジでお土産のお菓子率高すぎてやばいって。おー、 USJ で買った金魚目薬買った。なんかさ、お家にあったなんか抗菌目薬みたいなやつがあったから、それ使ったんですけど、ねねねね、あのさ、目薬のさ使用期限ってさ、大事？大事ですか？なに、麦？麦粒？何ですかこれ？え？麦？何ですかそれ？大事？じゃあダメかな。今日はツーリングで海沿いの温泉行ってきた。いいね。ナトリウム水いいね。爆粒子、爆粒子っていうん？ああ、爆芽の爆ね。お好み焼きとか大阪の口、ああ。そういう系ね。半年が限界？爆粒子？最近由来？すご。爆粒子。初めて聞いた。使用期限やっぱ大事、守んなきゃダメ、絶対守らんとダメ。え、リクロおじさんのチーズケーキ、そういうのが食べてみたいやつだ。リクロおじさん、リクロ、リクリリリリリリリクロおじさんってさ、あのレーズン入ってるやつやっけ。抗菌抗生剤どちらも揃ってでないとダメ。3日で治る？もうさ、2日目。じゃあ明日治るはずやったってことね。はあ。何日治るかのほったらかして。でも一応昨日刺したんですけど、天眼か。でもレーズン裏食べれないから切り取る。え、レーズン大好き。市販薬なら2年は大丈夫。あ、大丈夫かな。いやでもさ、あれさ、多分病院でもらってるやつやと思うな。あ、城島ロールケーキ、あ、有名よね。それは有名や。未開封なら2年。え、圧倒島。もう適当に押しすぎてやばいね、ごめんなさい。ロージマロールケーキ、なんて言ったっけ私。俺もレーズン嫌い。え、レーズン嫌いな人多いよね。2年か。え、それ市販が2年。え、じゃああれは処方箋、処方箋病院のやつは。あ、城島って言った、城島ロールケーキ、ごめんなさい。病院でもらったやつは。町の名前やっちゃう。目の前の建物の
ってぐらいに雷落ちて今日生きられないかと思った。いやもう雷ね、確かに雷怖いよね、強すぎるとひどいとね。あ、どちらも未開封は2年。おー、冷蔵庫に入れてるともう少し伸ばしてもいい。冷蔵庫入ってた、優勝ですね。すごい、何でも教えてくれる。じゃあ治るかな、明日治るかな。なるほどね。じゃあ目薬は極力早く使った方がいいんですね。え、目薬さ、え、どんな目薬もそうってこと？さあ、目薬なくなるまで持ち歩いてるわ。ダメ？これはダメ？普段クラピットかタリピット、タリビットクラビットかタリビットがいい。ウランちゃんもサラロちゃんと一緒、使い切るまで捨てれません。わかる、使い切るまで、あの化粧ポーチに入ってるよね、あの持ち歩く用の巾着に入ってるわ。目薬は1年で捨てましょう。1年、いやでももう頻繁に打ったら刺したらまあ1年もかかんないじゃないですか。なんか目薬ってさ半分ぐらいしか入っちゃないよ、病院でもらうやつ多分。そう、でもあんまり使わんからもうずっと入ってるよね。薬系は2年が基本。そうなんですか、危ないですね。じゃあ、でもさ、なんか痒いさ、痒くて打つ、ん？刺すときさあるやん。でもさ全然多分使用期限過ぎてるやろうなって思うやつでもさ効くよね、効いた気するよね。それは気休めですか。目薬やっぱ使用期限って大事やっちゃね。サナが聞いてると思ってたら聞いてる、あ聞いてるわ。じゃあ花粉症のやつピーク以外全然使わん、あ使わんってこと、何年使ってるか分かんない。ああるよねきっと、花粉症でしょって。あサナ花粉症じゃない、そうね、花粉症じゃないよ。そう、花粉症やないから、ただ目がゴロゴロした時とか痒い時。効くは効くけど目薬は水分だから、あー腐っちゃう。あ、みつきちゃん待ってた、やっほー久しぶり、元気かな。ぶっちゃんハートありがとう、ありがとう。みつきちゃんのあのメッセージが可愛すぎた、うん、ちゃんと読んだよ。いつだっけ送ってくれたやつ。そう、
嬉しかったな。あ、お話し会の日かな。花粉症とアレルギー、アレルギー性結膜炎はセットです。目にとってコンタクトだろうと花粉症だろうと異物。ね、お話し会の日よね、確か。読んだ読んだ。今日はスマホ大丈夫ですか。あ、もうちょっとしたらさ、いやもうつけるじゃん。覚えてるよ、覚えてます。私結構印象に、あのね、違う記憶に残すタイプ、残るタイプ。そういうのノンコンタクト、ラガンです。みんなうるさかったらあの音下げて。おけいちゃん、お星様ありがとう。黒曜さんありがとう。花火かな。スワちゃんレーンで泣いて速攻バイト行ったのを今考えてもおもろいって、すごい、本当に偉い。みんな、みんなありがとうね、頑張ってくれてる仕事。そう、ハンディファン、噂の。充電しながら配信してるの、今日はね、充電しちゃうから多分一回止まるはず。あの充電するとさ、より熱くなるんですよ。だからギリギリまでしません。もっと眼科スタッフで今薬の開発をしてる。すごすぎ。目のことは何でも頼りますね。治療するなら点眼で終わる。点眼で終わろう。え、待って、そのままでいるとサウナが恐れていることになる。どういうこと？それ教えて。トカチンさん、お医者様ありがとう。綺麗だった。え、サウナが恐れていることになるってどういうこと？
半体力使いました。あ、歩くのね。ありがとう、みんな歩いてくれて。メガネ、うん、普段メガネしてるわけど夜はメガネないと思う。空港限定のルイボスって売っちゃったけど飲めなかったから怖いので。え、どういうこと？飲めなかったら怖いので。無理でした。幕張のお話し会って階段も上っちゃう。私のライフゼロになってたと思うと。あ、買わんかったね。まあまあ、飲めないもの買ってもいいのよ、いいのよ、飲めるものだけ買う。え、待って待って待って、ちょっと待って、そんなさ、待って、そんな怖いこと急に言う？待って、それ本気？まぶた、待って、サーモンができてるの。涙袋の方、こっち、ここ。え？まぶた切る？待って。ってことは、こっち切るってこと？そうなるよ、こっち。絶対嫌だ。でもさ、こんなそんなあれですけど、年に1回ぐらいはなるよね、多分。なんないか。どんぐらいに1回やろう。パシフィコは駅のエスカレーターが長い。ルイボスティーとサーガン日記したかったんだけど、全然いいの。ルイボスはコンビニで見たら買います。でもね、空港にしかないはず。お茶ならジャスミン。サーモン、ジャスミンね。サーモン切るの明日とか、そんなこと言わんでよ。切りません。切りません。え、でもさ、普通にしよったら全然痛くない。全然痛くないからさ、だってパッと見はいけるやん。本気？ちょっと待って、なんて調べたら出てくるのそれ。いや、待って、ちゃんと教えて。え、待って、え、何でしたっけこれ。物もらいでしたっけ。物もらいでこんななるんですか。ね、写真を送ってくれたの嬉しかった。長く話すのもいいけど、ループ好き。わかる。私もどっちも好きです。どっちもなんか違った良さあればね、同じくって。え、待って。いや、待って、これ明日治るって。わからんけど。アイドルは顔面が可愛いからアップに変える。ね、ジョージの鳴き声かわいいよね。最近思いついちゃった。うん、可能します。うん、可能って汁出るやつ。そうすると目薬で追いつかなくなるので、可能性がゼロではない。怖い。え、待ってよ。いや、待って、でもさ、これあと2日あったら治んない？そう、とりあえず触んないように気をつけてる。ここ2日、触らんように気、あれしてます。顔洗う時も、
同じ手で触らないようにして、ティッシュで拭き取るようにしました。片目だけ。いや待って、でもパッと見全然大丈夫なんですよ。でもなんか近くで見たら内側が赤くて、できてるんです。でもさ、触るとさ多分悪化するよ。だから触んないけど、かなり強い抗生物質が入った目薬が必要。え、みんなこれになってもなったことあるよね。逆にさ、治るなら放置していいよっていうタイプになってさ、待ち待ち、あー確かに確かに確かに、待って待って待って、いや待って、わさってさ、物もらいはさ、物もらいはさ、あれですか、放置しても治んない？放置して治してきたよ。でも物もらいってあんまできない。なんかいつもさ、あれはよく治りますよ、すぐ。なんか疲れた時にできるかな、プッチンみたいなやつできることない？俺はなんかいつの日か数日でどっか行きますけど。免疫力、昨日より晴れてない気もするけど、待って待って待って、昨日より一緒やわ、絶対一緒。いや多分昨日と一緒。それは別の病気。でもあれすぐ治るわね。え、3時間おき？本当にね、いや本当に内側にできてる。内側、痛くなった。みんなビビらすのうまい、確かに。でも目薬ですね。眼科は一番怖くなかったの。いや眼科ね、あんまり眼科にさ本当に行った経験がないんですよ。
確かに。確かにそれは想像できる。メバチコってなんだっけ。眼科って、うん、自覚症状が出るのが遅い診療、自覚症状が出るのが遅い診療か、出てるうちのに治さないと進行しやすい病気が多くて、うん、爆流臭。そこそこの年齢になってくると区役所からの目の定期検診のお知らせが届いて、検査に行くぐらい。なんか気にしてるっていうかね、働かしてたら治るのか、目薬をしたら治るのか、そう知りたかった。そう、治ったと思っても治ってなくて大変なこと。なんかさ、私さ、これは全然違う別件やっちゃうけど、目のね、違うな、なんていう、目のまつげが生えるとこ、なんかね、下にね、できてるんですけど、それはね、何なのか知りたい。でもそれは皮膚科かな。そう、ほったらかしたらね、ぼちこは長引く。眼科の処方箋なら3日もかからずに治る可能性が高い。いや、なんかそういうイメージ強いわ。なんか一瞬で治るパターン多いよね。ええよね、すぐ治るよ。そういうイメージ違うですね。処方箋が一番。やっぱ病院のやつが効くってことね。でもお家にあるさ、あれはダメなのかな。的確なお薬くれる、確かに。2週間？星が多いな。
欲しくない？曇った？てるんです。あ、そう、足ね、足ぶつけた時も行かなかったから行かないと思ってそんなこと言わんで悲しい。ただ専門分野は心配です。うん、ありがとう。そう、足はね、普通に手遅れってやつですよね。何か気になることがあるのかと。俺も明日右膝痛いんで病院行きます。膝、お膝、足は確かにあれは早く行った方が良かったなって今めっちゃ思ってますよ。私めっちゃ反省してる。いやでもあれはそう、うん、そうそう、あれはねもう2日後ぐらい、定期的に腫れて痛みます。だからなんか普通に押したらいつでも痛い、うん、そう普通に早く行っとけばよかったって思ってますよ。足はね、でも普通に何もせんやったら痛くないってことね。そう、触ったら気になるって感じ。そしたらいつでも大丈夫だ。シップしているナウですから、シップしないとなかなか痛い。それは大変。ちょっとすぐる色してましたか。そう、友達にサウナみたいに絶対に病院に行かない人がいます。いますか。膝ってシップ張りにくくないですか。膝ってさ剥がれん？寝たら剥がれん。夜普通に寝たらさ、朝起きたら剥がれてそう。え、温泉入ってると聞いたから。温泉は痛みを忘れさせてくれる場所なんやね。腫れが大きくなると、うん、控えは減ります。うん、そう。
視界と片目の視界は半分ではなく5分の2。5分の 2? こうなったってこと？半分じゃないっちゃ。確かにサポーターしてもね、ずれそう。いや、なんかね、病院行くの苦手とかそんなんじゃなくて、なんか行ってもいつか治りそうって思っちゃうからダメなんですよね、きっと。野生児じゃないって。違います。野生児じゃありません。野生じゃないです。野生じゃない。違和感や痛みはうっとうしいからすぐ治したくてすぐ病院行く。ねえ、待って、やだよ。とどめ刺された。早く寝てもいいんだよ、免疫力上げる。早く寝ます。でも最近ね、最近さ、めっちゃ早寝早起きですよ。今までと比べたらめっちゃ早いね。適当な私でも調子悪かったらすぐ病院行きます。偉い、意外と偉い。0時前に寝てるの？そうなんですか。早いよ。でも、1時までには寝てます。確かにね、これからはね、確かに。ビタミン C、クエン酸。ビタミン C、クエン酸。トカチンさん、ありがとう。金魚さん、梅干し最高だけど塩分取りすぎる。梅干しね。梅干しは何言うんですか。カラスのカーコさん、花火ありがとう。
ルロイポーズ。梅干しの代わりに梅干しの、梅干しは何なんですか。梅干しは究極の健康食材と言われてる。え？梅干し？梅干し？究極の健康食材。いや、カリカリ梅か。そのカリカリ梅はあんまりないんだよ。でも無性に食べたいもん、あるかもね。カリカリ梅、そのカリカリ梅、赤いやつ。ザの納豆食べますよ。卵納豆。ありがとうね、おばちゃんさん。ありがとう。カリカリ梅のパッケージのデザインを印刷をしています。え？カリカリ梅の会社？え、そうね、納豆はね、ここ数ヶ月、ここ数ヶ月じゃないな、もう本当にこの1ヶ月、え、1ヶ月じゃないな、納豆はここ何週間かか1ヶ月カレーで食べれるようになりました。いや違う、嘘、ここ数ヶ月かな、東京行く前それそれすごっ。え？チュールチュールハウチュールの削ってあげ手がけてすごすぎん？茂雄さん帰ったら一番くじにこれが届いてるの。あっ、やったね。引き割り納豆さん、小粒納豆が好き。小粒派です。納豆、F 賞やけど、ごめん
T シャツ10枚描いた。10枚ぐらい描いた。え、何や、何やったっけか。チュールは海外にたくさん輸出してるんだよ。昨日はアラビア語のパッケージ作ってた。え、いろんな国のパッケージ、いろんな国に送れるようなパッケージも。全員のサイン入り T シャツ、あれ10名様って言ってる。あれはコンサートライブ前に書きました。本当にトゥビコン行く前にみんな書いてる。 T シャツにサイン書くのあれが最後かもしれない。トクチンさん、ありがとうございます。あ、え？コンサート9時あったんですか？9時あったっけ？じゃあ何やろ、あたり覚えちゃうの。ネットの9時、なんかあったね。北海道生まれなんで大豆の産地。確かに生まれた時から納豆好きです。生まれた時から納豆好き、素晴らしいな。実家におる。お、いいね。同じメンバーの同じ種類しか出なさすぎて、あー、なんかそういうくじあるあるやない、ね、なんか欲しいものが当たらずに、ね、同じのが何回も出るってやつね。納豆についてるタレが好き。あー、分かるかも、分かるかも。何ちゃん、納豆、オクラ、とろろ、みかぶ、むずく混ぜたネバネバ丼を食べてた。どれ悔しくて10連に1回やったんやけど、最後の最後にサランチェンジブキ、すごい好き。ありがとう、本当に。おばあちゃんね、さあちゃん、ワンちゃん、猫ちゃん買ってみたいとかある？ないですね。あるとすればトイプードルがいいです。でもサロン、あのワンちゃんも猫ちゃんも触れないので多分飼えません。そもそもお世話は無理だもん。あの遠くから見る分にはトイプードルが可愛いなって思います。けれどもサロンは遊んであげられない。え、でもさ、自分のワンちゃんやったらさ、慣れて可愛がれるじゃん。たまやいた食パンに納豆のせ食べる。いや待って、そうね、納豆パンにのせるがちょっと無理かも。え、動物アレルギーなんて。違う。そう、動物は触るより見る派です。だから、飼いたいとは思いません。え、そう、ワンちゃん、ワンちゃんは飼い主さんがあの抱っこしちゃったりとか押さえててくれる。
猫ちゃんは得意やったっちゃけど、だんだん苦手になりました。だんだんと苦手になってきました。あ、そう、動物園とか水族館も好き。鳥嫌いです。嫌いです。裏のワンコロ初めて会う相手だと絶対危ないからダメだ。あ、ワンコロごめん、ランちゃん。何犬？何犬？ランちゃん、ワンコロ。でもおばあちゃん違う。生まれたての頃はね、大丈夫だったんですけど、触れてたんですけど、可愛くて。大きくなったらもう苦手です。ティーカップ、ティーカップードル、ティーカップードルって初めて聞いたじゃん。ティーカップードルってもう、じゃあ乗せて、見るから。メイションして。トイプードル、プードル、大きい方ってこと？ティーカップードル。名刺をさせていただきます。ワンコロさんも撮らせていただいて。ティーカップ。トイプーのティーカップぐらいのサイズ。ティーカップ？こんぐらい？このワンちゃんのこと？それはさらに可愛がれるかも。こんなさ、手のひらサイズとかでさ、噛みついてきたらちょっと怖い。絶対可愛い。ティーカップに入れられるサイズってこと？絶対可愛いやん。毎日ティーカップに入れて飾りたい。絶対可愛い。会いたい会いたい会いたい。ティーカップドル。可愛い。ティーカップに入れるサイズってこと？最近買った子はお利口さんでティーカップ、お利口さんでティーカップに入るってこと？飾りたいかも、会いに来ていつでも行けるもんなら行くよ、ティーカップ。そんなワンちゃんめっちゃちっちゃくない？めっちゃちっちゃくない？そんなワンちゃん？待って、こんぐらい。ずっと0歳やん。隠れてるけどめっちゃ怖いって。絶対かわいい。絶対かわいい。ちょっと私は検索せずに楽しみにしてる。旧片手で収まると、これでこの手に収まる。それさ、強豪とかなくない？ある。ちっちゃい、あでもちっちゃい方がなんか元気やったりするか。本気で収まれちゃう。全然収まる？サナちゃんの実際の手の大きさわかんないから、ね、こんぐらい。ちっちゃすぎ？それ体ある？顔だけとかじゃないよね。
ちゃんとさ、体まで入ってこないサイズ。顔だけじゃなくて。あ、手のひらと比べたやつ。あと手のひらに乗せても撮ってみてほしい。すごっ。一生生まれたてみたいな感じ。そういうこと。顔だけ。すごい。でもさ、これ人形やない？人形でもない。ストラップ。ストラップサイズ。人形さんよりちっちゃい。子猫？こんな子猫？すごいね。その分めっちゃ高い。貴重なんですね。あ、ちょっと大きくなる？これから大きくなるってこと？スペースさん、ありがとう。何時までですよ？ 1 時間くらいかな。これからじゃあ大きくなるじゃん。手のひらに5分ぐらいになるから。手のひらに5分ぐらいはちっちゃいけど、ちっちゃいね。はい、初めてティーカップル見た時、 UFO キャッチャーのぬいぐるみかと思ったから、先入りのモンコロは、ね、ミルクっていうんだけど、かわいい。ミルクじゃん。ミルクはもう大きくなってきてる。ミルクさんは大きいんですね。ミルクさんこのぐらいですか。1時間過ぎて、じゃあそろそろ終わろうかな。いや、30分に終わろう。30分に終わろう。ティーカップール。うちの実家は黒芝県。黒芝県？え、芝県にさ、黒のと思う。すごい。黒るっけ？見たことあるっけ？あ、むつぶには片手で持てる。こうやってね。かわいいね。癒し。あと2分。じゃあランキングをね、見ていきたいと思います。13位はピンクかぶらさん。12位はぶちゃん、ありがとうございます。11位はピンクのくまさん、ありがとうございます。10位はこうときさん、ありがとうございます。9位はこくようさん、ありがとうございます。8位はなんあとまくさーちゃん、かみおし大好き、ありがとうございます。7位はとかちんさん、ありがとうございます。6位はカラスのかーこさん、ありがとうございます。5位はしぎょう007さん、ありがとうございます。4位はこういちさん、ありがとうございます。3位はそうすいさん、ハッピーバースデー、ありがとう。2位はワイソッピさん、ありがとうございます。そして1位は1983さんでした、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。今日も楽しかったです。ありがとう。遅くなるけど、うん、マネージャーさんね、今日もありがとうって。ありがとう、こちらこそ。スクショください。